先生アドバイスはありませんか。他にですか。チャチャチャ。いえ、あのダンスはやっぱりステップを気にするよりも何よりも楽しく踊るということが一番だと思いますので、音楽に合わせて体を目いっぱい動かして、多分これが出る頃に少し涼しいと思いますけども、あの常に汗を流して健康でいられるようにそうなっていただけるといいと思います。ありがとうございます。大滝先生の方からメッセージは。そうですね、女性はやっぱりあくまでもエレガントに、あの美しく踊れるように、まあ、細かいことも気にしなければいけないんですけど、気にしすぎてあのステップが音楽から外れたり男性のリードが待てなかったりとかいうことがないように、あのエレガントに踊ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。